一連の釘男事件には密室以外にもう一つ見過ごせない共通点があったな。第一発見者が同じ人物という点だ。教会の信者さんですね。やっぱり怪しいですよね。言い分は一応筋が通っている。彼は以前から釘男に興味を抱き、次の被害者の名を知ることのできる立場にあった。毎回第一発見者になったとしても決して不思議ではない。調査に先入観は禁物ってことですね。ああ、その通りだ。この廊下の奥、右側に位置する部屋が事件現場だ。時間もないし寄り道せずに行くとしよう。へっ、一度手をつないだぐらいで急に相棒ずらしちゃってさ。俺様ちゃんとご主人様はもっと大事なところがつながってんだからね。変な言い方はやめてくれよ。さあ、ということで、まあ、多分ついていけばいいのかな。壊れたドア、なんかドアノブがボロボロになってる。事件があってから誰も手入れしていないせいだろうか。そういえば悪魔ちゃんのせいで壊れたんじゃないの。その可能性もなくはないね。なんか出そうな雰囲気。ちゃんとここで構えてくれてたんだな。現場の書斎はここだな。あ、開いてますよ。ここも発見時に鍵を壊したんですかね。やっぱり何も残ってないですね。この現場も片付けられています。あまり気乗りしないが、今回も過去史を共有するか。あ、いいんですか。気を使われると余計に恥ずかしい。いいから早くしてくれ。さあ、ということで予感の調査開始です。それにしても原田さんの手って思っていたよりも細くて柔らかいな。あれだけ強いんだからもっとごついのかと思ってたけど。ご主人様は手をつないだだけで浴場しちゃうの？なんか切なくなってくるよ。そんなんじゃないよ。でも結局原田さんってどっちなんだろう。男性なのか女性なのか。どうした、何か気になることでも？いえ、なんでもないです。さすがに今さら本人に聞くのは失礼だしな。ねえ、まあ、ある意味ね、なんか第2章以降の何かとして取り上げてほしいよな。さあ、ということでどこから行こうかな。入り口周辺行く。さあ、ドア、これは書斎ドアだ。念のため開きっぱなしにしてある。うん、襲撃を警戒してるのはいいことだ。いついかなる時でも警戒を怠ってはならない。はい、終わりました。俺様ちゃんが教えたおかげだね。感謝してよね、ご神様。そう、通気口。通気口があるけど小さすぎて人は出入りできそうにないな。それにしっかり内側からねじ止めされてて取り外すことも不可能そうだ。おやおや、ご主人様、大発見。通気口の隙間に何か擦ったような跡があるよ。え、本当？って言ってもご主人様の身長だと椅子を用意しても届かなそうだね。原田さん、ちょっとあそこの椅子を使って通気口を覗いてみてもらえますか。1万支援で応じよう。お金取るんですか？冗談だ。うん、通気口に細い紐状のもので擦ったような跡があるな。紐を引っ掛けた跡か。君の目線からは見えないはずだが、よく気づいたな。もしかしたらと思って。ほらね、俺様ちゃんって役立つでしょ。ただふわふわしてるだけじゃないんだよ。ご褒美に1万支援ちょうだい。頭痛くなってきた。
さあ、ということで、書斎の次子。水溝は小さく、人が出入りすることはできない。隙間に細い紐状のもので、スッというような跡がある。で、一応、加工紙もやっておく？過去の殺人現場が鮮やかに蘇る。永遠の眠りから目覚めるように、密やかに。しかし、死体が目を覚ますことはない。仮に目を覚ましたとしても、打ち付けられた釘が起き上がることを阻むだろう。部屋の出入り口は一箇所、あのドアだけだ。窓もないし、通気口もかなり小さい。密室の抜け道はどこにも見当たらない。壁に貼り付けにされたあの人形は、この奇妙な密室の謎の答えを知っているのだろうか。さあ、では調べますか。ここのドアは鍵を使って施錠するタイプだが、マスターキーのみでスペアは存在しない。さっきの地下カジノの密室と似た状況だな。合鍵を使った可能性は否定していいだろう。発見時、現場は施錠された状態で、マスターキーはこの室内から発見された。その点も前の秘密クラブの密室と似ていますね。ただし、前回と違う点が一つある。鍵は死体の下に敷かれるように落ちていたらしい。死体の下にですか。でも過去の死体はぼかせないから確認できませんね。過去死も万能ではない。だが鍵が死体の下にあったのは事実だ。僕の上着のポケットに報道時の現場写真があるから確認するといい。僕が得た情報にロスはない。はい。ん？何ですかこれ。ま、待て、それじゃない、別の写真だ。その写真は事件とは無関係だ。ああ、これですね。確かに背中の真ん中あたりに鍵が落ちていますね。ただこの写真は信用していいんですか。保安部が捏造した可能性とかは。事件が密室で起きていることは保安部も認めているし、そもそも保安部が密室を捏造する理由はない。余計な謎などない方が彼らにとっては都合がいいのだからな。確かにそうですね。すみません、疑ってしまって。いいや、探偵として当然だ。少しはやり方が分かってきたようだな。褒められた。その程度で喜ばないの。そういえば、その写真の裏にこの部屋の状況を見取り図にしてまとめておいたぞ。よく頭に叩き込んでおくといい。ああ、これですね。でもどうして見取り図なんか。事件の謎を解くのに必要ってことか。それにさっきの猫の写真は原田さんの趣味。意外と可愛いとこあるんだな。ここでもう一回聞いてみる、猫の心ついて。さあ、ということで、書斎のドアの鍵、洋館書斎のドアの鍵、マスターキーのみでスペア存在しないようだ。書斎の見取り図、原田から受け取った洋館主催で起きた密室殺人の現場写真と見取り図だ。次号はまあ過去紙なしで普通に調べた時のものがあるから多分大丈夫だと思うけど、一応見ておきますか。内側からねじ止めされていて人は出入りできそうないな。でも水溝に細い紐状のものですったような跡がある。よし、では別の場所行こうか。隅々まで調べるよ、ずんずん調べるよ。机と水槽周辺。ここは水槽、プロジェクターもあるか。スタンドライトもいける、スイッチもいける、結構いけるな。プロジェクターから行くか。そうだ、モンダラの中にプロジェクターが設置されてる。調べてみたいけど僕では背が届かない。そうだ、あの原田さん、あそこにあるプロジェクターの付近を見てくれますか。いいだろう。少し待ってる、ありがとうございます。お願いします。
プロジェクターはかなり埃をかぶっていた。事件より前から動かされていないようだ。ということは事件には関係なそうですね。さあ水槽、確かに巨大な水槽の中に魚がいる。家主が殺されてから世話をされていないのか元気がないな。水槽の中に秘密の通路みたいなものが。ああないだろうな。ここは事件とは関係がなそうだ。さあスタンドライト、うん、スタンドライトが置いてある。今照明がついてる。ねえ、こういうライトだけじゃなくてちゃんと電気もつけないと目が悪くなっちゃうから注意してね。死神ちゃんは誰に向かって言ってるの多分プレイヤー目線みたいな感じかな。向けてみたいな。スイッチ。で待てよ、こっちが変わった。これはこれはいい仕事してますね。まあ、先にここの過去詞を見ておきましょうか。本棚の中にプロジェクターが設置されてる。死体発見時は起動していなかったみたいだ。ご主人様じゃ届かないでしょ。俺様ちゃんが見てきてあげるよ。どう、何か怪しい痕跡はあった？何もないよ。ここは事件とは関係ないね。さあ水槽、巨大な水槽があるけれど中には魚が一匹もいない、うん、過去市では生物を見ることができない。その影響を受けてるな。そうなのか、それでってわけね。さあスタンドライト、スタンドライトのライトの部分が机についている。この時は使っていなかったんだろうか、うん、不審な跡なども見つからないな。スタンドライトは事件とは関係がなさそうだ。でプロジェクターのスイッチ、死体発見時は奥だったみたいだ、まあ、こんなとこですかね。簡易画付近、積まれた本、机の上にはニナスの分厚い本が積まれてる。よく見たら埃以外はすごく綺麗ですね。手垢の一つもついてません。そう、知識があるように見せかけたかったんだろう。しばらく動かされた形跡もないし事件には関係なそうですね。そう、机側の本棚、綺麗に本が並べられた本棚だ。全部同じシリーズの小説みたいですね。ゴーンインサーガ、ああ確か150巻以上出ていたさ。すげえな。さあ絵画、あ豪華な額縁に入った風景画が飾られている。どれも高そうねですね。しかし、いや全部贋作だ。ここには本物は1枚もない。事件に関係そうな痕跡もない。では加工室と行きましょうか。ん？死体発見時は積み重なっていなかったんですね。まあワンブインが積み直したんだろう。置き方が違う以外は現在で見たものと違いなそうです。でここも大丈夫そう。床の人形、あ床にはたくさんの人形が釘で打ち付けられてる。時計と秘密クラブに続いて3つ目ですけど、やっぱり不気味ですね。そう、怖がってる場合ではない。きちんと調べ事件解決への糸口を探すんだ。はい、なるほど。人形に共通点はないですし変な痕跡も見当たらないですね。どうやら事件とは関係ないということだな。さあ絵画、どういうことだろう。
どうして傾いてるんだろう。傾いてる。もしかして密室に関係してるんじゃ。どうやら。いや、壁の跡から察するにこの絵画はもともと傾いて飾られていたようだ。で、こっちか、廊下側付近。これはなんもないね。廊下側の本棚。本棚にはたくさんの本がきれいに並べられてる。うん、まあ、ここも大丈夫そうか。一応ここもね、格好しで見ておきましょう。なるほど、大丈夫そうだね。ってなると、まあいよいよここかな。死体があった場所。確かに第一目撃者の発見時、死体はここにあった。今でも血の跡が残り続けている。血の量から考えると被害者はこの場所で殺されたんでしょうか。どうやらその可能性は高いだろうな。さあ見ようか、カッポシで。首元。この人の死因も絞殺みたいですね。今までと同じようにロープ状の絞殺痕と抵抗した際の痕跡がありますし。あ、でもよく見ると首の後ろ側にだけ細い紐状の痕跡が残されています。絞殺痕のロープとは別物のようだな。随分と細さが違う。2本の紐状の痕跡か。首を絞めた後にもう一度絞め直したのか。それにしては首の後ろにしか跡がないのが不自然だ。わざわざ別の太さの紐にしているのも気になるし。とりあえず重要な証拠にはなりそうだね。さあということで、死体の首元、ロープ状の絞殺痕と抵抗した際の傷跡がある。また絞殺痕とは別のロープの跡が首の後ろにある。被害者は体格のいい男性だ。年齢は30歳前後だろうか。この死体にも釘が複数打ち込まれている。床に貼り付けにするように両足や胸や腕に何箇所も。洋館の主であるその男は若くして不動産売買で財を成した人物だ。ただし強引な地上げや不正取引は当たり前。アマテラス社との黒い関係を築いていたようだ。恨まれる理由はたくさんある。遅かれ早かれ教会の森で人形を打ち付けられる運命だ。呪いをかけた人物は相手が実際に死んでどう思っているんでしょうね。責任など感じていないだろう。所詮は都市伝説へのただ乗りだからな。そんなものでしょうか。あれ、これって、え、なんか見つけた。よく見ると死体に打ち込まれている釘の長さがそれぞれ微妙に違う。いや、釘の長さの問題じゃない。打ち込まれた強さが違うようだ。打ち込まれた強さ。下半身に打ち込まれた釘は体を貫通して床に突き刺さっている。しかし上半身の釘は体を貫通せずに途中で止まっている。上半身だけ釘を打つ際に手加減した。なんでそんなことを。不自然なのはそれだけじゃない。よく見たまえ。出血の状態がおかしい。下半身に刺さっている釘からの出血は横へ流れているのに対し、上半身に刺さっている釘からの出血は体の縦方向、腰に向かって流れている。上半身と下半身で血の流れ方が違う。上半身と下半身が別人のものなんじゃない？で、死んだ後にそれらをくっつけたんだよ。気持ち悪いこと言わないでよ。
さあということで死体の血痕、上半身とか半身に刺さってる杭からそれぞれ違う方向に血が流れてる。ちょっと矢印もついておりましたね。あとはなんかないかな。いろいろなところを探してみてね。とりあえずチェックついてないのね、廊下側の方なんで。もう一回ちゃんと見るか。この辺で過去死してみて、なんかないだろうか。お、あったあった、壁の人形。人形が一体だけ壁に打ち付けられている。今までの現場では必要なくらい壁に無数の人形が貼り付けにされていたけど、ここは壁に本棚が並んでいるせいで人形を貼り付けにするスペースがなかったのかな。っていうかこの人形、両方の目玉がくり抜かれている。これ犯人がわざとやったのか。でも気も可愛いよね。真夜中に階段の上に立たせておきたいな。嫌な趣味だな。でもさ、なんかこの人形だけ他と比べると素材が安っぽくない？ああ、本当だ。磁気製じゃなくて樹脂製みたいだ。でも質感は安っぽいけど、こっちの方がはるかに壊れにくいはずだよ。その割には目ん玉なくなっちゃってるけど。くり抜かれた両目の穴は頭部内の空洞でつながっているみたいだ。その深い闇のような目で僕をじっと見つめているような。ん？両目の穴の鼻に近い方の縁に細い紐状のものですったような痕跡があるな。これは何の痕跡だろう。さあということで、眼球をくり抜かれた人形、陶器製ではなく実製の人形、両の目頭に細い紐状のものですったような跡がある。さあということで、これで廊下側大丈夫ですかね。調べるものはもうなさそうだね。そんなところかな。これで証拠は出揃ったな。一見複雑そうに見えて答えは単純だったか。え、もしかして原田さん、密室の謎が解けたんですか。もしかして解けてないのか。たったこれだけの情報で解けるわけないですよ。で、一体どうやって密室が作られたんですか。それは探偵が探偵に聞いていい言葉ではない。探偵としての誇りがあるのなら自分で考えたまえ。それとも解決まで僕に依頼するか。僕は安くないぞ。自分で考えます。ほんと金金金だよね、この悪魔ちゃんって。一緒にいたらどんどん借金が増えていきそう。だんだん原田さんのことが怖くなってきたよ。さあ可及的速やかに移動だ。次が最後の現場だぞ。確か美術館か。待ってください。よし、ということで移動していきますか。廊下のドア、え？なんか聞こえた今。次は銀馬地区にある美術館だ。そろそろ時間も迫ってきたな。急ごう。よし、行きましょう。はい、所長が危ないですからね。まあなんだかんだね、ヤコさんなら大丈夫じゃないかなっていう謎の安心感はあるけどね。
なんかいい意味でしぶとそうじゃないですか。しぶとそうとか言っちゃいけないけどさ。よしということで美術館行きますか。さてと、ここ渡ってすぐだよね。上から行った方が良かったかな。まあいいか。横断歩道から行くか。さあ、では美術館行きましょうか。美術館ってここですよね。都合により閉館中って書いてあります。事件があったのはまだ1ヶ月ほど前だからな。例によって現場はもう片付けられているだろうが、この僕には関係ない。さすがに美術館のドアを蹴破って入るのはまずいですよ。ん？何か言ったか？キャッキャッキャー！さすがは悪魔ちゃん！現場は美術館の奥にある。いくつかある倉庫の中の一つらしい。行くぞ。ロスは許されない。待ってくださいって。さすがだな、ハローさん。さあ、では美術館の中行きましょう。施錠されている扉。あ、ここの扉は施錠されてるみたいだ。そりゃ。で、ちなみに奥は。どうした？どこ行くつもりだ？すみません。調べないか？よし、行きますか。事件現場の倉庫ってここですよね。やっぱり鍵がかかって。入るぞ。これじゃまるで暴漢だよ。今回も第一発見者は教会の人なんですよね。ご多分に漏れず例の信者だ。森にあった人形に名前を書かれていた人物を探し当て、後をつけていたところ、深夜にここの敷地に入っていくのを見かけたらしい。そこで美術館関係者を伴って敷地内を捜索し、倉庫の一つを開けてみると、すでに死体となっていた被害者が発見された。発見時、ドアは施錠されていて、鍵は室内で見つかっている。これまた密室だ。密室が4つもで、若干飽きてきたかも。ありがたみがなくなってきたね。なんだよありがたみって。人が死んでいるんだぞ。ひとまず調査を始めましょうか。ああそうだな。さあということで調査開始です。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。